はいどうも、アキです。はい、今回ね、お伝えしたいことは主に2つあります。まず1つ、チャレスタ。はい、わざとね、ちょっと2000員、まあいわゆる僕が狙ってる2000員ラインをわざと走ってみました。はい、2000員って今どれくらいの、2000員に入るためにはまあ実際ね、どれくらい石割かないといけないのかとか、ちょっとね観測するためにやってみたんですけど、まあ間違いなく、まあいろんな動画でも言ってきましたが、ものすごく詰まっていてですね、はい、2000円キープするのにもう相当数の石が必要そうですね。あと2日あるのかな、水木と。はい、僕ボーナスが464とか、まあ結構高い方なんですよ。ランキング見ても僕の周りでね、僕ぐらい高い人ってまあそんなにいないので、僕は結構高い方なので、自分の周りだと上位 10% 20% には入ってるぐらいなんで、その僕でも残り2日でまだ残り石30個は使うなっていう印象あります。まあね、前回の対策動画でもお話したんですけど、諦めるならお早めに、特にね無課金でやってるという方、まあ、前回の僕がまさにそうだったんですけど、あのバトスタでね500円以内狙っていっぱい石、まあ途中で諦めたんですけど、まだ途中で諦めたんでよかったんですけど、石いっぱい割いた結果、別に700か800位ぐらいになって、この500から2000円まで一緒なのに、累計あのランキング報酬が、だったら石何十個はいかないかもしれないけど、十何個は無駄にしたなっていうような後悔を僕はしたので、はい、諦めるならお早めに、特に無課金の方、まあ課金してる方はもうじゃんじゃんやりましょうという感じです。はい、でね、まあっていうのが一つ、まあだからチャレスター、まあ最初から予想してたけど、めっちゃ順位詰まってて、すごいみんな走ってるっていう、あのバトスタより石使うっていう話ですね、要するに。はい、っていうのが一つと、あの僕ねちゃんとね見せてなかった、こちら。はい、今回どういうあれで言ってるのかっていうお話です。ちょっと遅いかもしれないんですけど、一応動画に残しておきたいと思います。まあ将来の自分のためというか、なんというかです。はい、でね、この前 SS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 
ャーからいきますか。ピッチャーね、基本的には普段の感じです。はい、基本的にはもう中継ぎとか普段と一切いじってないです。はい、先発もこいつら普段先発してますね。はい、でここですよ。要するに B プラスまで落とさないといけなかったので、まあ対策って人それぞれあったと思います。僕例えば野手とか、イベントだ、まあ2番とか1番とかいい感じかな。まあこういう感じでミート C、パワー C は必ずいて、でまあ電光石火総力100まではデフォルト絶対で、まあそこにね、まあ基本的には高速ベースランも取りたいけど、まあ取れてないやつもいると。でそこにまあ今回阿部比パワー比チャンス降格、まあ三塁行ったらもう基本受走者の時はホームラン打つのが一番絶対って言ってる場合やいんで、まあパワー比も降格もいるよと。で阿部比つけないともう打率が5分は違うんで、阿部比も絶対でしょうと。でまあデッキ的にね、まあもうすべてこの今回チャレスタ作ってる選手はすべて動画でご紹介してありますので、そちらはサクセス再生リストからご覧ください。まあ基本的にここの右4体走塁系は固定で、で滝本まで固定で、この1枠をだから何にするかっていう、久方で滝本とのコンボを取るのか、パワーヒー阿部ヒーを確実にくれる友沢を取るのか、それともまあ有能と言われている才賀を取るのかという、まあ別にどれでも、結論どれでもよかったんですけど、まあ、その気まぐれで とりあえず後イベだったら何でもいいこの1枠っていう感じで全部作ってます。はい、でまあこちらの特能もね、こういう感じでムードも取るし、ムードは全員は取ってないけど、まあ取ってるやつと取ってないやつといて、ゲッツー崩し、敏捷は丸からと、体当たりはまあ滝本関連で取ると。で、選球眼、これ積極打法はちょっとミスってる。最初の方に作ったやつで、ここは慎重打法、基本。で、ここ積極盗塁も取れてないですね、今思うと、この1番打者。やっぱり積極盗塁つけた方がいいと思います。大体いつも確認してみるとね、コンピューター5個ぐらいはね、こいつだけかな、ついてないの。ほとんどつけてるんですけど、積極盗塁。ほとんどつけてて、100セッカーだと、大体1試合5個ぐらいは勝手に盗塁してくれてるので、まあ、つけた方がいいかなと思います。で、まあ、野手は基本的にこういう感じで打撃全部取って、まあ、守備直送球ぐらいは取ってると。まあ、守備基本的にクソですけど。まあ、そこは仕方ないでしょう、という感じで、まあ、かつね、大事なのが、この、切り込み隊長、チャンスメーカー。まあ、これはたまたま、多分、落合がくれたんですね。なので、取ったという感じです。切り込み隊長もちなみに3人かな。います。いつぞやのね、サクセスの動画でも切り込み隊長、あ、やべたとやった時だ。落合でもらってないのは、やべたと、最近のね、サクセスで、やめたと切り込み隊長もらいに行くっていうサクセス動画あったと思うんですけど、その時に撮りました。はい。
ていう、まあ、感じで、僕はだから特能もいっぱいつけてます。でも、まあ、基礎能力これくらいにして、もう必要なやつだけ取る。要するに電光石火、高速ベースラン、まあ、安倍比くらいは取ってるのかな、その3つとかで抑えれば、あのこうやってピッチャーを、まあ、僕のエース、普段上杉達也っていうほぼ S に近い A ランクの投手なんですけど、エースがそいつのままでもあれなんですよね、 B プラスまで落とすことができたんですよ。僕今18128なんですけど、普段のチームランクが16000以下にしないと、15999以下にしないといけないのか今回だと思うんですけど、まあまあまあ、だからそういう2通りのパターンがございましたが、僕はあの先発をこちらをね、その他パワープロ再生リストのところに載せてあるんですが、だいぶ前の動画になります。アゲアゲ強化試合でね、あれは得失点差だったんで、このチームランクが一切関係ない試合だったんで、ここだけね、このスタミナ1のヘボ選手にすることによって、チームランク下げて、ヘボいチームと戦えるようになって、結果、得失点差は良くなるっていう動画出したと思うんですけど、まあ、それね、見ていただいてない方は、ちょっとね、見ていただけると思います。こいつ、選手能力126しかないんですね。査定が。はい。なのでね、こいつにすることによってね、こう、ぐっとチームランク下げれます。でも、例えば、こいつ G のやつ以外にも、3人ぐらいスタミナ F の選手いるんですけど、例えばザマっていう選手とかだと、変化球も持ってるし、特能は持ってないんだ。変化球、総変量3で持ってたりするんで、こいつでも別にできるわけなんですよ。あの、今回のチャレスさんに挑むことはできるんですけど、けどなぜね、こっちの、同じくこいつもね、スタミナ G なんで、こう早めにね、降板してくれるんで、まあ同じくなんですけど、なぜね、この G にしてるかという、G にしてるか、そしてね、この微妙になんで A のやつも何人か混ざってるのかと、S でね、30%いないよ、28% のやつまだベンチにいるんで、ベンチというか、機械に、ドラッグの部分に、いるんで、そいつらでもいいんですけど、なぜね、こういう風にしてるのかっていう理由の一つといたしまして、このね、14400以下にすると、確か14400以下だったと思う。にすると B プラスでも B の相手と戦えるんですよ。14500以下かな、500以下か分かんないですけど、まあとりあえず一定下げるとランク B プラスでも左にね B の相手が出てくるんですよ、チームランク。まあ自分のねこのランクによってこう戦う相手が決まってるんで、だからそのそれ例えばこのだからこの G のとこ F のピッチャーに変えるとそれが B プラスなんですね、全部相手が。でなぜね B の相手と戦いたいかというと、まあ単純に弱いからっていうのももちろん一つにあるんですが、まあ皆さんね結構ねもう見ているこの動画見てる方のほとんどの方、多分おそらく普段のチーム B プラス行ってるんじゃないかなと思います。僕は B プラスプラスか、はい。まあ要するに何かっていうと B プラスからが異常にこのゲームあれなんですよ、道のりが遠くなるんですよ。なので B までって、まあだから要するに B プラスまでってすぐ行けちゃうわけなんですね。なのでまあ僕も同じように道辿ってきましたよ。でもおそらくまだ B プラス到達されてない方ってまだ始めて期間が短い方なんで、まああんまりね、あの走者釘付けとか持ってないかっていうあの思いで考えでね、あのそういう風にやったら実際走者釘付けとかはほとんど持ってないですね。 B 戦う相手を B まで落とすと、でまあ、B プラスぐらいになってくると相手も強くなってきてね、ああこれキャッチャーの守備上げないとダメだわみたいなことに僕は気づいたあたりだったんで、やはりキャッチャーの肩も低いですし盗塁し放題というまあ感じなんですね。まあ要するに、まあ、あんまマネージャーとか使ってないんだなっていう B ランク B ぐらいの方って、でまあそこまで落とすとね相手もチャレッサ用の選手だったりもしないので、まあ本当に非常に戦いやすくなりました、こういう風にすることによって。はい。なのでまあランク的にはこういう感じになってます。で、一応、スタメン全員見ますか。で、ショートちょっと肩が低いのかな、問題だなと思いますね。普通に見て。でも、まあまあまあ、あんまり気にならない。でね、このセカンドだ。このセカンドあれだね、確か、矢部田と更新したんだ。これ、だから、その動画出すまで、あれだったんですよ。このセカンド、ミート B、パワー B で、で、守備がね、守備肩、補給が全部 F だったんですよ。そしたらもうマジで正面のゴロすらアウトにできないし、もちろん左右に振られたゴロなんて反応できない感じだったんですよ、弱すぎて。でだから自分で操作した時とかストレス溜まるし、失点もおそらくめちゃめちゃ増えてたんですけど、まあ、F あれ20代かな、とりあえず F と E では ものすごい差がありますね、守備のうまさに。 E に変えた瞬間こいつ守備うますぎやでと思いました、ちょっと。はい。
なので最悪やっぱり E までは上げときたかったっていうセカンドショット。まあまあ要するにあれですよ、簡単に言うとあのパワフル高校でね、あのピッチャー作ってる時にへっぽいセカンドいるじゃないですか。ああいうセカンドだったんですよ今まで。でもちょっとここラスト3日でこのセカンドに変えて、結構試合がまた安定して連勝も続くようになりましたし、いい感じになりました。はい、で切り込みも持ってるのでね、やっぱりもう今回一番ね打撃系で切り込みは本当大切だ。切り込みあることによって、てかこのチーム強い、こういう感じのチーム、このこんな感じの特能ばっかり持ってるこのチーム超強い、めちゃ強い。あの自走車オフでもなんかめんどくさい時ちょっとやってみてたんですけど、まず負けない。もうこのチームに、このなんか県大高崎チームにしようかな、もう普段もと思うぐらいです。はい、でもあとは、まあ、クリーンナップは多少多分打撃がいいみたいな。でなんか4番だけアーチスト持ってるんですよね。はい、でまあ5番とかもミート A パワー B で、ちょっと特能ヘボいけど、まあミート A パワー B 基礎能力がいいでしょうと。はい、こんな感じで切り込みがもう一人この6番ですね。はいはい、まあ基本的にだからここまでほぼ一緒です。はい、特徴があったのは4番とその切り込みを持っているやつらぐらいですかね。あとセカンドはだからセカンド、まあショートもね守備 E まで上げてます。あとはもう全部基本的にFF ぐらいで、もまあセンターだけねちょっと同じく守備肩上げてます。はい、でこいつしかも積極守備持ってないか、なんか外野手1人積極守備つけたんですけど、それで積極守備つけるとね非常にやりやすくなります。なんか守備範囲広がりました。このセンターめちゃめちゃ守備範囲広いですね。総力 S で試合やってると思うんですけど、普段のセンターがクソに思えてくる。はい、で捕手はね、前回、まあ、これもチャレスさんの捕手を作る動画でお話ししたのである程度割愛しますが、やはり打撃上げるよりは球界の頭脳を取って、はい、そこだけはね大切かなと。それはまああの捕手の回で聞いていただければ、序盤で話しているお話ししているので、まあ、そちらご覧くださいというか、未来の自分見た方がいいよっていう感じです。はい、で身長打法積極通り選球眼といったところですね。はい、でまあまあ基本こっちはもう適当に作って、あのいいのができたらスタメン外したりしてるだけなんで、まあ代打丸とかついてる選手もいるよっていうぐらいです。はい、でまあまあ一つ言っておくと、この A とかで作ってるのはあの竹本じゃなくて秋葉を確か使ってる時代かな。あー、これは竹本使ってんのか。はい、こういう感じで作ってて、まあパワー比広角ついてないから A になってるってだけで、まあ基本的にあとは何も変わらないですね。じゃあパワー比広角がついてなくて阿部比だけついてるから、はい、という感じです。はい、一応ねまあ皆さんにお伝えするとともに、自分同じようなイベントが来た時に昔どうやってやってたのかっていうことをねちょっと記録しておきたかったので今回動画にしてみました。はい、という感じでね、まああと2日、まあ、僕石30個終わりますわ、もう絶対。まあでもね仕方ない、2000位は目指すって決めたから。てかもう2000位目指さなかったらこのボーナス選手作った意味というか、なんというか、まあまあ清本のね使用感とかもぜひ皆さんとかにお伝えしたかったりもするのでね、まあ、あとガチャ引く動画も皆さん見たいでしょうし、という感じでね僕は狙いますが、あの本当に無課金で特にやってらっしゃる方、今回かなりの石使いますよ。あのね最終日を舐めない方がいい、最終日のみんなの石割り合戦を舐めない方がいい。はい、これはもうバトスターを3回今まで経験してる来てる僕が言うので間違いないと思います。はい、ということで、まあ、走る方は一緒に走りましょう、いろんな意味で。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。